ブラックリベンジは読売テレビ制作日本テレビ系木曜ドラマ F 枠にて2017年10月5日から12月8日まで放送されたテレビドラマである主演は木村多江元週刊文春記者でジャーナリストの中村隆太郎が監修を担当政治家だった夫を亡くした週刊誌の契約ライターの女性が夫を死に追いやった人物に スキャンダルで復讐するというヒューマンドラマ。今宮沙織は夫で政治家寺田敬吾と幸せな日々を過ごしていたが、文芸星流株式会社の週刊誌、週刊声優により、夫が裏金スキャンダルと愛人スキャンダルがスクープされたことを国自殺した上、沙織はそのショックで流産してしまう。それから5年後、その記事が捏造であったことを知った沙織は、 大切な家族を奪った記者に復讐しようとする。エビーミニウエワク内、突起事項を参照。木村大えが、悪女役。復讐に燃える敏腕記者。週刊、文春の元記者が監修。スポーツ放置。放置新聞社。h t t p w w w h o c o j p エンターテインメント、2 0 1 7 829。 オート 1T5240HTML2017 年8月30日、閲覧。ブラックリベンジでドラマ初監修。元、週刊文春エース記者の中村隆太郎氏に聞く。読みテレ。読み売りテレビ。2020年9月15日閲覧。ブラックリベンジでドラマ初監修。元、週刊文春エース記者の中村隆太郎氏に聞く。読みテレ。読み売りテレビ。 2020年9月15日閲覧、街頭各備、読売新聞、テレビ欄、ありがとうございます。